こちらの商品は、連続垂直搬送機といいまして、通常ワイヤー、チェーン、ベルトを使って、搬送するものが多いんですけど、その場合、どうしてもワイヤーが切れたりすると落下する恐れがあると。ただこちらの方は軸が回っておりますので、ワイヤーチェーンが切れて落下する恐れがない。そしてメンテナンスをする時も、ワイヤーチェーンの寿命を伸ばすためにグリスアップとかを行うんですけど、そちらの方の、グリスアップとかも必要がありませんので、オイルの飛散なし、そして、メンテナンスの費用も証拠のない作業というのが不要になってきますので、コストダウンというところがございます。そして軸の方も、2本回っておりますけど、こちらの方は1個のモーターで回しておりますので、電気代のコストダウンというところと、あと、通常昇降炉の中に10箱ぐらい入ると300キロの昇降になります。そうすると、モーターの容量が大きくなるんですけど、こちらは軸を回しておるだけですので、小さいモーターで済むというところもございます。よって、通常の年間メンテナンス、ランニングコスト、そういうところがお客様にとって、コストダウンのメリットになるかと思います。